ズなんですけれども、あと2人でサイドエフェクトっていうバンド、オリジナルばっかりでやってます。でその曲を、ちょっと歌いたいと思います。だからオリジナルばっかりになってしまいますけれども、よろしくお付き合いください。ここから変わるって言ってもらってると変わります。いつもですねうちの旦那さんがボーカル、サイドエフェクトではしてるんですけれども、副鼻腔炎からの中耳炎で声が全く出ない、音が全く聞こえないということで、急遽私がボーカルをしますので、ちょっとどうなることだか怖いんですけれども、やってみたいと思います。1曲目は秘密の小道という、オリジナルを顔で作ってます晴れ女と雨男で、今日熊本市内は雨だったんですけども、こちらに来たらお天気になってよかったなと思ってます。なのでいつもキャンプの時に結構雨降られることが多くて、ちっちゃいギターをいつも持っていくんですけれども、すごい土砂降りの時に車の中で、雨を防いでいる時にできたレイニーキャンプという曲をまったり聴きたいと思います。明け
テント朝もや続く山並みに小枝を拾い集めては湯沸かしコーヒー飲むよベイベー雨はまだ止まない No way 今日は maybe rainy day酒を放り投げ隣のバイク乗りが嘆いた雨はまだ止まない Oh my 今日は maybe rainy day 朝が来たなら日も昇るはずさに be good というね、ロックンロール風で世の中の風潮に対して、へって言ってる曲になります。何万年も前からさこの世界に生まれた人間なんてみんないつかは死んでまうでもこの俺だけに限ってそれはない風の噂に聞いたけど年取らない魔法のサプリメントあるらしいテレビで言ってた今すぐ手を忘れば送料無料だってさいつかきっと人類が滅亡するって映画を見たんだけど名前は忘れたでもこの俺だけに限ってそれはないな国に生まれてきたんだ安心安全飯馬町が美人
今誰も憧れてるってテレビをつけたらいつだってやってるじゃん。俺たちラッキーな日本の住民、列島に生まれた幸せを噛みしめよう、こりゃ気楽なもんだね。法律守って生きてりゃ間違いない。 Yeah, ブルースアップ行こうぜ。国家なんてもはみんないつかは消えてまあ、でもこの国だけに限ってそれはない。だってこんな素敵な国に生まれてきたな。安心安全飯うま町イカ美人、世界の誰も憧れてるって、テレビをつけたらいつだってやってるじゃん。いつかはきっとこの国だって滅亡するって話を聞いたんだが、名前は忘れた。でもこの国だけに限ってそれはない。でもこの国だけに限ってそれはない。でもこの俺だけに限ってそれはない。この人が歌ってるんで、味噌カツっぽいんですけど、ちょっと来週スローハンド23日でまた味噌カツの愛を歌います。今日はちょっと味噌カツの愛があんまり私がないのでうまく歌えるかどうか分かりませんけれども、歌ってみたいと思います。味噌カツを食べたい、今すぐに食べたい、並ばずに食べたい、遠い昔土手に落ちた奇跡、君の心も熱く味噌カツを食べたい、味噌カツを食べたい。炭水化物も食べたいんだ。
けた街に笑顔を生んだ奇跡、疲れ果てた僕らも笑う。味噌カツを食べたい、今すぐに食べたい。味噌カツ食べたい、味噌カツ食べたくなったでしょ。味噌カツを食べたい、今すぐに食べたい。ありがとうございました。今日は最後まで楽しみましょう。おかわり。